八千代市井上音楽事務所オーナー井上新八さんです。はい、よろしくお願いします。こんばんは。かっこいいね。はい、ということで、はい、ご苦労様です。どうも。着流しかっこいいですね。うん、ええ、着てますよ。よく似合うでしょ。似合う、似合う。御年87歳。そうです。はい、よっしゃー。すごいね。まだ若そうです。そうですか。はい、いわゆるお店をやり始めてどのぐらいなんですか。35年。そうですか。はい、ではお店の PR をお願いします。はい、お店は、京成の、野球台の駅から歩いて30秒です。30秒。はい、うん、それで、今日ですね、お約束すること。あ、お約束してくれますか。お願いします。それは、実はね、この放送はされました時に、はい、来られた方に、うちの専属の歌い手なんですけど、はい、日本グラウンド三鷹で今日来ております。三鷹さんね。それとサイン入りの、景品をたくさん差し上げます。たくさん差し上げます。たくさん増えるんですね。というのは三鷹さんは必ずお店にはいらっしゃるとは限らない。いないんです。いないんだろう。人が多いんですけどね、時々ね、応援に来てくれるんですよ。そうです。ということは三鷹さんのグッズを差し上げると。そうです。優勝したら、優勝したらもうそのグッズをもうトラックで、トラックで。だんだん話が大きくなってきました。井上新八さんに歌っていただきます。歌は歌川文子さんの除血。どうぞ。弱いなら強さなのが母さん恋しや父恋し雪の箱だけ後にしてしもに来られてきたトップバッターの井上新八さん、得点